どうはは、あポケモンごっこ楽しいな。なんだこれ。つけてみよっと。よいしょ。そういえばチョキマン姉ちゃんまだ帰ってこない。おやつの時間よ。あ、ちょっと何泣いてるのよ。てえ、こらー、お片付けするまでおやつ抜きよ。ママに怒られて悲しい。お菓子食べられなくて悲しい。ほら、何とごまかせないの。お片付け面倒で悲しい。いや、それは悲しくないでしょ。うわぁ、ちょっと流されるあ、そや。え、寝ちゃった。ただいま。ときみん、おかえり。って、なんか家の中びしょびしょ。あ、これはね、あれ、ね、こうね、わーだっただよ。え、ハウナが大泣きして家中とおもちゃが水だらけ。おかげでママの頭もストレートになっちゃったわよ。あら、あれ、今日はポケモン交換するってハウナと約束してたのに。そんなことより、これ帰り道で拾ったんだ。な、何よこれ。お祭りみたいで可愛いからつけてみようっと。ドキミ？ハーナだなかー。ドキミどうしたの。あの石に集めて約束したから。普段はこんなことじゃ怒らないのに。ドキミだよ。ご紹介するのは、今日のテレビショッピングはどんなものがありますかね。誰でもギャグが言えるようになるひんやりお面。お、面白そうですね。お面をつけると、あら不思議、思っても見ないギャグが飛び出します。ギャグが飛び出すということは、ギャグ界でも1位です。パラッパ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 ッ。よし、お小遣いで買ってきますよ。世の中にはいろんなものがあるんだなあ。ん？これは、うん。無情に筋トレがしたくなってきたぞ。うれしい。いや、お面なくてもするやろがい。寝ちゃってた。なんか視線を感じたような。まあ気のせいか。これ何だったんだろう。あらもうダメ。ママ、なんでお昼寝なんかしたの。え、今日一緒にゲームするって約束したじゃん。そうだった。今日雨も降ってるし、お菓子も何にもないし、全部ハンドのせいだ。ハンドのせい。もうハンドなんて知らない。まさかそのお面、怒りの前だ。ハンド危ない。ママ大丈夫。ジュース回復してない。さっきの攻撃の反動で動けないみたいだね。うん、今のうちよ。おりゃー。ときみも寝ちゃったわ。なんでこんなに怒ってたの。さっきあんたもすごく泣いてたでしょ。そういえばすごく悲しかった気がする。何か悲しいことがあったの。ママに怒られたけど、それはいつものことだし。誰が怒り棒ですって言ってないよ。
もしかしたらポケモンの仕業かもしれないわ。ん？さっきも誰かいたような。そうとなれば、ママ隠れてないで出てきなさい。あ、ウォグポンだ。あ、逃げちゃう。バトルの予感ね。なんで持ってるの？ママスター、キラキラだ。行くわよ、ママの怒鳴り声。こらー、ハノ、今よ。いけ、モンスターボール。やった、捕まえた。それにしてもオーガポン強かったわね。ママも十分強かったけどね。でもいつからいたんだろう。もしかしたら一緒に遊びたかったのかもね。そういえば、あー、いけ、こらえろ。え、気のせいかな。なんだ、ポケモンごっこしたかったのかな。おい、ときめ姉ちゃん起きた。おはよう。で、ママそれ何？あ、そうだったわ。なんかあんまり覚えてないけど、ゲームやろうって約束したのに寝ちゃってごめんね。いいや、それより一緒に遊びたい子がいるの。さあ、オーガポンだ。この子ね、すっごく面白いんだよ。まだお夕飯まで時間あるから、オーガポンと遊んでてもいいわよ。はい、やったー。一緒に遊ぼう。一緒に遊ぼう。つたかんわ。なんかオーガポン言ったそう。すごい、姿が変わった。よし、このお面で一番面白くなりますよ。ふとんがふとんだ。校長先生が絶好調。メガネに目がねえ。ひんやり。おしゃれなシャレだね。で、つけてないのにひんやり。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので、ニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またテレTVに会いたい。